評判がいいのでね、一度来てみました。まあ見晴らしもいいいうことでね、うん。まあこれが入り口なんですけども、大江戸温泉物語。うん。まあ素晴らしいかどうかね、まだ温泉には入っておりません。どうなんでしょうかね。江戸の風景でね、まあ、江戸の風景はどうか分かりませんが、ようこそ美濃温泉へ。いや、大きな狛犬、すごいですね。ここに入り口がね、あって立派な建物ですね。ちょっとね、この日にち載ってますんで、11月9日、それでは入りましょう。なかなかイルミネーションもね、ブルーで綺麗ですね。うん。ここを行くとね、美濃スパーガーデンというね、有名なところなんです。先ほどね、少し入りましたが、またもう一度出てね、ちょっとここを映しております。どうですか？晴天ではちょっとね、気持ちいいから。おはようございます。ちょうどね、ホテルから出てきて、ちょっと山を見てますが、紅葉少しね、赤くなっております。これからやね、まあ綺麗にもみじも桜も赤くなってもらって、もうちょっと山の上の方もね、赤いところありますが、皆さんもね、お風呂に入って綺麗なとこ眺めて楽しんでください。